鶴丸強しとは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。競争馬時代の、主な勝ち倉は、1999年の朝日、チャレンジカップと京都大賞典。引退後には、京都競馬場で誘導馬となった。1998年に、京都競馬場の4歳未勝利戦でデビューし、初戦にて勝利を挙げる。その後は、体質の弱さもあり、 出走しては休養というローテーションを繰り返していたが、5歳となった1999年夏から順調にレースをこなすようになり、秋には朝日チャレンジカップに優勝し重賞優勝馬となる。次に出走した京都大賞展では、ベジロブライト、テームオペラ王、ステイゴールド、スペシャルウィークといった競合馬を抑えて優勝。秋の天皇賞では単勝2番人気に、 支持されるなど、GI 路線の中心場の一頭となったが、同年の第44回、有馬記念4着の後に骨流を発症し、再び長期休養に入った。2000年秋の復帰後は目立った結果を残せず、2年連続の出走となった有馬記念において、最後の直線走路で競争を中止。左前足のつなぎじ帯を断裂しており、競争能力喪失と診断され、 競争馬引退が決まった。種母入りは見送られ、宮崎保養センターで静養した後、京都競馬場の誘導馬に転校するために訓練と、虚勢手術を受けた。2002年、第5回京都競馬開催日から誘導馬としてデビューし、活動していたが、脚部の状態が悪化したため、2007年第4回、京都開催終了とともに引退した。以後は、 引退名馬系洋展寺事業の女性を受けて、宮崎県内の乗馬クラブで余生を過ごしている。2012年現在は、現役当時の担当休務員らにより設立された、鶴丸強の会が支援を行っている。おばに、アメリカ G1 メートロンステークスなどの優勝おばホールアスペンがおり、その3区に1994年のエクリプス賞チャンピオン2歳ボバティンバーカントリーや、 フランス G にポモーネ賞の優勝馬でドバイミレニアムの母となったコロラドダンサーなど多くの活躍馬がいる。ありがとうございます。